はい、どうも大成秋葉でございます。いつもありがとうございますということでね、今回もやっていこうと思いますけどもね、このチャンネルではですね、1960年代70年代80年代90年代のね、まあ音楽ですかね、あとまあいろんなミュージシャンの方、アーティストの方々をこうね、誰からも頼まれてもないのに僕が勝手に紹介するというね、チャンネルでございますのでね、まあぜひ皆さんも、暇があれば、見ていってほしいなというふうに思います。ということで今回はですね、ムード歌謡とは一体何なんだというねことをテーマにちょっとね、まあ動画撮ろうかなというふうに思いますけどもね、ムード歌謡ということでね、古びた言葉というか、まあちょっと馴染みない方もあるとは思うんですけども、ただねよく音楽番組なんかで結構こうムード歌謡がね、その昔のムード歌謡のこう歌ってるところが映ったりとか、ムード歌謡でこの人はね売れたんだっていうことがねあったりとかして、でまああと演歌とかね、まあその辺と結構間違われることが多かったりとかするので、まあ一体何なのかということをですね、まあ音楽番組がね楽しくなるような、まあねどうちょっとね 見方が変わるようなことをちょっと動画で話そうかなというふうに思います。はい、ということでね、ムード歌謡でございますけども、まあ、ムード歌謡一言で言うとですね、第二次世界大戦後なんで、まあ、1950年代ぐらいですかね、50年代初期から発達した、まあ、日本の、まあ、音楽ということでですね、まあね、歌謡曲という、まあ、ものに含まれるんですよ。一応ね、広い意味で言うと歌謡曲なんですけども、まあ、コーラス主体としたものを、まあ、ムードコーラスとか言ったりしてですね、まあ、ちょっとムーディーな感じで、日本独自に発達した、まあ、ポピュラー音楽のスタイルなんですよね。洋楽というかね、日本古来のというか演歌みたいにこう日本って感じがあんまないんですけども、一応日本のまあ音楽ということでですね、はい、ということでもともとですねハワイアンとかジャズとかラテン音楽っていうものをこうベースにした歌謡曲なんですよね。一応だからダンサブルな音楽性というか、まあちょっとスローテンポのまあちょっとダンスミュージックみたいなところがやっぱりね原点なんですよね。はい、そして1950年代ですね、連合国の占領軍ですね、アメリカの軍隊とかにその人たちに聞かせるような、まあ、日本人歌手ミュージシャンっていうのがですね、まあ、東京のまあ銀座とか、まあね、赤坂とか、まあ、そういったところのこうナイトクラブに移って、そのあのアメリカのお客さんの要望に応じたムードあるダンス音楽を演奏し始めて、それがムード歌謡の始まりというふうに言われてるんですよね。だからちょっとムーディーなっていうのはやっぱりこうアメリカとか、まあ、その方々をちょっとやっぱり対象に、ね、向けてまあ発信した音楽ということでムード歌謡というものが、まあ一応そういった生まれたというような感じでございますけど、ミュージシャンとしては、まあ、ハワイアン音楽とかジャズとか、まあ、そういったものを、ね、歌ってたミュージシャンたちがテイストを織り交ぜてですね、はい、そしてそのままこうムーディーな音楽に仕上げていったということでムード歌謡ということになったわけでございます。スティールギターとかファルセットとか、まあ、そういった技法とか楽器ですかね、まあ、そういったことを、ねまあ、取り入れるようになって徐々にこうムード歌謡の、ね感じになっていったということでございますけども、まあ、この時の、ねまあ、第一人者といえばですねフランク永井さんでございます。フランク永井さんはですね、まあ有楽町で会いましょうとかね、あの辺が有名ですけども、ああいうねちょっとなんかフランク永井さんみたいなちょっとムーディーな、まあ、ゆっくりスローテンポのムードダンサブルソングみたいなね、まあそういったものがですね、まあ有名になっててですね、そこでこうレコードデビューすることになったんですよね。そこでこうやっぱ第一人者と言われるフランク永井さんがやるようになったと。であと和田博士と、マヒナスターズとか人気になっていってですね、まあ、ムード歌謡というものが流行していったわけでございます。そしてですね60年代に差し掛かるぐらいにですね、まあ、そしてフランク永井さんとかのパイオニア的なものでこう火をつけたことによってこうレコードとして出されて日本の、ね、音楽スタイルとして確立していったわけなんですよね。でですねムード歌謡の特徴といったら、まあ、これもちょっと演歌と被ってしまいそうなんですけども、まあちょっと日本語の歌詞で独特な世界観を持っていてですね、ナイトクラブとか、まあ、酒場とかですかね、あとまあ歓楽街とか、まあ、繁華街とか、まあ、そういったところをね、まあ、舞台にしたものがね、多く生まれるんですよね。だからどっちかというとこう地名が多かったりするんですよね。でまあ東京のねそのまあ優雅な繁華街とか、まあそういった地名とかもめちゃくちゃあるんですけども、東京以外のまあ横浜で言ったらまあ伊勢崎町とかですかね、北海道さ札幌のすすきのとかですかね、あとまあ大阪の御堂筋とか、まあそういったねどちらかというとその地方の繁華街というか、まあ酒場盛り場っていうんですかね、まあそういったところの地名とかも結構使われるようになって、そういったところのこうムードというものをまあ歌ってるか、ムード雰囲気をね要は歌ってるようなね感じなんで、まあそこがね、まあ
ちょっとご当地ソングっていう風に言われるようになったりするんですけども、まあ、結構地名とかがねかなり多い。これがやっぱりねムード歌謡の特徴なんですよね。演歌も地名多いんですけど、どちらかというと演歌って地名も多いけど、でも酒とか女とか涙とか、まあそういった要は日本語の単語とかにねこう集約されてがちなんですが、要はムード歌謡でもどっちかっていうのはもう結構地名がねメインだったりして、そこの地名のムードさっていうものを歌った、ムーディーさを歌った、まあ、それがムード歌謡の、まあ、特徴ということでございますけどもね。一応はですね男性ボーカルの曲が多かったんですよね。まあ、フランク永井さんしかりね、徐々にこうやっぱ女性言葉でもやっぱ書かれるようになっていてですね、まあ、女性歌手というものもね徐々に増えていくわけでございます。はい、そしてですね60年代ぐらいに入ると、石原裕次郎さんがねすごいねムード歌謡のヒット曲を連発することになるんですよね。石原裕次郎さんのね、まあ、そういったそのカリスマ性というものがですね、まあ、ムード歌謡とこうリンクしてですね、その石原裕次郎さん自体もすごい売れましたし、でムード歌謡の音楽もすごい売れたということで、すごいね石原裕次郎さんが火付け役になったとも言っていいぐらい、もう日本全国にバッと広まったわけでございます。夜霧を今夜もありがとうとかね。でですねムード歌謡がやっぱりねその当時の本当に歌謡曲というふうに、まあ広い意味で歌謡曲というふうに言われてたんですけども、でまあ演歌歌手のね森進一さんとか八代亜紀さんとか五木ひろしさんとかもですね、まあそういった演歌界のね、まあ、今でこそ大御所と言われる方々もデビュー当時っていうのはやっぱムード歌謡寄りのね楽曲を歌ってたということでね、まあちょっと演歌っぽいねえりもみさきとかね、まあ、そういったおふくろさんとかね、そういうような感じじゃなかったんですよね。もっとムード的なね感じでございますけどもね。1970年代に入って徐々にですね、あのナイトクラブとかねキャバレーっていう文化が徐々にこう衰退していくんですよね。まあ一応ねその大人の社交場と言われていて、そのナイトクラブキャバレーが、まあ、ムード歌謡を要は生んだみたいな場所ですよね。でそこがやっぱ衰退していくんですよ。でやっぱりねちょっとそのムード歌謡の歌詞とかっていうものはどこかやっぱ古臭くなっていくんですよね。やっぱ音楽って流行り廃りあるじゃないですか。で徐々にねその古臭いっていう風に思われてしまってですね、でやっぱりこう演歌とこう混ざっちゃってね、演歌と僕演歌入門やったんでそちらを見てほしいんですけど、演歌もと混ざっちゃってですねムード歌謡好きも演歌好きっていう風にこう作られちゃうっていうのがあったらしいんですよね。ムード歌謡って言ったらやっぱ前川清さんとか、まあ、内山田博さんとクールファイブでねすごいおなじみの前川清さんなんかもやっぱムード歌謡とかそっちねすごいやっぱ売れてたんですけども、どちらかっていうとですね、まあ演歌歌手っていう風に言われたちゃったりしてですね、70年代になるとやっぱフォークソングとかねニューミュージックっていうものがね、まあ GS とかですかねが徐々にこうやっぱすごい人気になってきて、どっかこうやっぱムード歌謡って徐々に衰退しちゃうっていうことがねまああったんですよね。ただですね1970年代後半にね、カラオケスナックっていうものがすごいなんか流行になったんですよね。それでやっぱりこう時代に合わせたムード歌謡っていうものもこう売れていくようになったわけでございます。ということでね、まあ一応ムード歌謡の概要はこんな感じでございますけどもね。でムード歌謡もね徐々にこうね新しい音楽っていう風になって、入れ替わるようになったのがシティポップとか、まあね、まあ要はニューミュージックっていうかね、まあそういったものとこうなんかね入れ替わるようになってったというような感じでございます。はい、ということでですね、まあ有名なムード歌謡をね実際に聞いてみようということでね、まあ、いろんな、ムード歌謡曲をねすごい連発ヒット連発してるミュージシャンちょっと紹介したいと思いますけどもね、内山田博士とクール5でございますけどもね、前川清さんでございますけどもね、長崎は今日も雨だったとかですかね、まあ、東京砂漠とか、まあ、そういった有名な曲いっぱいあります。やっぱりねここもね長崎とか東京砂漠ってやっぱ地名がね出てきますけどもね。はい、そして黒沢明とロスフリモスでございますけどもね、ラブユー東京とかね、ラービューってやつですかね、あと雨の銀座とか、この辺もねすごいちょっとおしゃれというかね、なんかこの当時のなんかちょっとおしゃれさというか、この当時の大人らしさというかね、まあそういったのがねちょっとなんか浮き彫りになるような曲ですかね。はい、そして石原裕次郎さん、さっきも言いましたけどもね、夜霧小夜もありがとうとか、あとまあブランデーグラスとかですかね、もうほんとあれ有名ですけどね、裕次郎さん大体結構ムード歌謡でヒット飛ばしてるんで、石原裕次郎さん聴いとくと結構いいかなと思います。はい、そして千秋直美さんの喝采とかですかね、まあ、喝采はどちらかというと、まあ、ここはちょっとジャンル付けがたいよね。ムード歌謡なのかと言われればムード歌謡なんですけどもね、ちょっとニューミュージック感もあるっちゃあるんですけどね。まあでもこれもね、なんかすごいちょっと、なんか、これはこれですごい歌詞が天才的だと思うんですけどね。喝采。まあこれも一応ムード歌謡らしいんでね、聞いてほしいなと思いますけど。あと、まあ、藤井恵子さん、宇多田ヒカルさんのお母さんですかね。新宿の女とかね、やっぱりこう地名が出てきますよね。はい、そして三河健一さんでございます。柳瀬ブルースとか、サソリ座の女じゃないですけどね、柳瀬ブルースとかね、三河健一さん
ターなんかもあります。そして、オーヤンフィーフィーさんね、雨の御堂筋なんかねありますよね、ラブイズオーバーの人ですかね、あの雨の御堂筋ってね、やっぱり大阪の御堂筋ってこれもやっぱ地名が入っててすごいなんか音楽性も、かっこいい曲になってるんで、ね、ぜひ聴いてほしいなと思いますけど、そして、まあ、最近で言うと純烈なんかもやっぱりねムード界に入るらしいんですよね。まあ、ちょっとあの人たちはちょっとどちらかというとやっぱ銭湯とかね、やっぱその演歌とかなんかやっぱその辺の区別がちょっと難しいんですけど、まあ、ただ一応ムード歌謡として捉えられているということでございます。はい、ということで今回はですねちょっとムード歌謡ちょっとねざっくり話しましたけどね、やっぱ定義つけるのってなかなか音楽難しいんですけども、やっぱりこうねなんかいろんな音楽を聞いてみて、なこれムード歌謡っぽいなとかって聞いたりですね、あといろんな音楽番組とか見る楽しさが一つ増えて、いただければなという風に思います。ということでね、今回も以上になります。ありがとうございました。